フランスを代表するパン、バゲットバゲットを輪切りにして直径を示す。日本のパン屋ではバゲットに加えてバタールを売っている場合が多い。バゲットは別名バゲットドパリ、パリジェンヌ、フランスパンなどとも呼ばれ、各地に様々な種類があるが、その細長い形状が共通の特徴のフランスパンで、フランスを代表するパンである。バゲットは大きさが直径5から6センチメートル。 長さは普通65センチメートルであるが1メートルに達するものもある。この形のパンはフランスを象徴しているがバゲットはアフリカのモロッコ、アルジェリア、チュニジアなどのほかアジアのベトナム、カンボジアなど様々な国で作られている。これはこれらの地域が過去にフランス植民地帝国支配下にあったことによりフランスから流行したと言われている。 2018年9月、フランスのパン屋とペーストリー製造の全国連合は、バゲットがユネスコの無形文化遺産に含まれることを望んでいると表明し、そのための申請は現在進行中である。フランス国内では、手工芸技術とバゲットの文化については、2018年11月23日以降は、フランスの無形文化遺産の目録に含まれている。デューリーブルは、重量、 ニリーブルのの意味で通常のバゲットより倍の大きさであるバタールは、通常のバゲットとデュリーブルの中間の大きさになる。バタール、ルバターイコール、中間のの意味は、バゲットと同じ方法で作られるが、大きさがバゲットとパリジャンの中間に位置し、少し太く、日本でよく使われる言葉である。もともとは、バゲットとデュリーブルの間にあるので、そう名付けられた。フルートは、 管楽器のフルートの意味で、この楽器のように細長いフランスパンで、製法と重量は、バゲットと基本的に同じであるが、通常のバゲットよりずっと細長いので、クラストのパリパリ感が大きくて、クラムが少ない。地域により、より細い紐状のフィセルと同じに扱われている。エピエピはフランス語で、麦の穂の意味で、製法は、バゲットと基本的に同じだが、 細長く作った生地を成形するときにハサミでギリギリまで切れ込みを入れて、それを左右に交互に開く。日本ではフランスの何も入れないものと違い、チーズやベーコンを挟んだものが多い。ありがとうございます。